どうも、トゥモローこと橋口智彦です。今日は妻と子供に尊敬される方法トップ3についてお話ししたいと思います。家族のために仕事しようと、仕事頑張ろうと思ってるのに、そんな気持ちを踏みにじるように家での自分への扱いが悪いという人もいるんじゃないでしょうか。今日お話しする妻と子供に尊敬される方法を実践することで、守りがいのある家族、こういう家族だったら守りたいと心から思えるような家族を作ることができますので、最後までぜひ動画の方を見ていただければと思います。私トゥモローは情報発信歴10年になります。世界の窓として日本とフィリピン両方に家を持つデュアルライフというライフスタイルを送っています。4人の男の子を育てる父親でもあります。このチャンネルでは、先の見えない時代に家族をどう守っていくのか、ビジネスや集客スキルアップの話していますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは妻と子供に尊敬される方法トップ3についてお話をしていきたいと思います。まあ、その前にやっちゃいけないことを先にお伝えすると、尊敬してアピール、これはやっちゃいけません。そもそも尊敬されてないのにこれ見よがしに、例えばプレゼントで注意引こうとしたりとか、仕事頑張ってるんだぜアピール、疲れたぜアピールみたいなことしても、まあ、うざいって思われて終わりです。ぜひ今から言う3つの方法っていうのを実践してもらって、うざいアピールっていうのは我慢するということをぜひしてもらえたらなと思います。トップ3第3位ですね。3位は稼ぐです。夢がないと言われるかもしれませんが、これ実話です。ちなみにね、僕、女の人って結構こういうとこあるなって思った出来事があって、それ何かっていうと、僕って末っ子なんですね。で、長男が7つ上の長男、兄貴がいてですね、彼は真面目で、何をやっても、まあ頭もいいし、成績も常にクラスでトップ3入ってるし、運動神経も抜群だし、で、逆に僕は末っ子で泣き虫だし、何やっても中途半端だったんですね。で、母は兄貴がお気に入りで、何やっても兄と比べられて、あんたバカなんだからとか、勉強しないからとか、すごい言われて育ったんですね。で、まあ、家族で会話してても、いつもなんか意見が割れたりとかした時に、なぜか兄の方が絶対正しい。なんか、本当にくだらない話だよね。兄の意見が絶対正しくて、僕の言うことは鼻から間違ってる前提っていう関係性の家族だった。で、これまあ、決して愛されてなかったってことじゃないので、ここだけ誤解ないようにしてもらいたいんですが、愛はたくさんもらって育ちました。ただ扱いが末っ子に対する扱いだったってことなんですけど、で、そんな扱いが実は一気に変わった時っていうのがあって、それがいつだったかっていうと、僕が家賃を家に入れ始めた時だったんですよ。僕ね、実際日本とフィリピンで両方でデュアルライフしてて、僕はこっちは一人暮らしだったんで、じゃあちょっと家賃がもったいないなと思って実家に戻ったんですね。でも家賃は払ってなかったんだけど、まあ家業の調子がね、ちょっと落ちてきて、援護してほしいという話になったんですよ。で、確かに、まあ、その時34歳から5歳だったんですけど、まあ、一応実家にいるわけじゃないですか。まあ、デュアルライフして向こうでは家あるんですけど、まあ、実家にいて、家賃払ってなかった。まあ、どんだけ甘えてんだなって話に、まあ、一般的にはなるなと思って、家賃をね、10万円払うようにしたんです。で、築40年の6畳の一部屋ですよ。ね。決して、おしゃれでも何でもない部屋に。まあ、洗濯と水道、光熱費込みとはいえ、10万円払うようになって。まあ、多分、親としては、月3万円とかね、5万円でも助かるなって感じで言ってくれたと思うんですけど、僕から、じゃあま、10万円入れるよって、こっちから提案したんですね。で、これはま、これまで払わずにね、済ませていただいてたんで、まあ、そのお礼というのもあって、まあ、あと、きつい時っていうのもあったんで、じゃあ10万円払うよってことで、払うようにしたんですね。するとですね、母の態度が急変しました。激変しました、ね。以前なら家族の方針、家族でどうするかみたいな話の時って、僕に対してはもう、事後報告が当たり前だったんですね。相談なんて一切なんかしなかったし、まあ僕だから末っ子なんですよね。僕の意見なんて鼻から聞いてないみたいな感じだったんですけど、すごい大切な意見として扱うようになりました。事前相談っていうのが必ず来るようになって、こういう状況だからこうしようと思ってるけどどう思うみたいな、っていう風に聞かれるようになったんですよ。だから、女性ってこの辺めちゃくちゃ厳禁だなって思いました。まあ女性っていう、もしかしたらそんなことないわっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ僕の母はそうだったんで、あ、こういう傾向やっぱあんのかな、とはちょっと思ったわけですね。で、お金っていうね、現実的な問題をしっかり対応するっていうのは、やっぱり男性として、まあ、一国柱とは言わないけど、末っ子だから。まあ、やっぱちょっとこう尊敬してくれるようになるもんだな、というふうに思いました。で、まあ今もね、うちの会社の経理、まあそんなに大変な仕事じゃないので、うちはね、マイクロカンパニーなんで、そんな大変な複雑な仕事じゃないんですけど、もともと経理畑でずっとやってた人なんで、経理、全部やってもらったんですね。で、まあ、ほんと大した仕事じゃないですけど、一応給料も、まあまあいい金額払うようにしてて。で、まあ、今はね、もう実家にはいないんで、家賃は払ってないですけど、お給料って形で、仕事手伝ってもらう代わりに少し多めに払うと
というふうにしております。で、まあ、育ててもらったものに比べたら、まあ、めちゃめちゃ小さいわけですけど、まあ、親孝行ちょっとはできてるかなというところですね。まあ、元も子もないこと言うようですが、稼ぐってことをするっていうのは、まあ、結構近道一つじゃないかなと。実際、僕の奥さんとか、僕の家族の中で僕の立ち位置ってすごくいいんですけど、やっぱりしっかり稼ぐってことをしてるっていうのは、やっぱりまず前提にあるので、だから、必ずね、何かある時には意見聞いてくれるし、どうでもいい時はもう勝手に決めていいよっていうし、自分の中で、あ、こっちがいいなと思ったら、それを言うしっていうようなことができるので、やっぱり稼ぐっていうのはいいかなと思います。で、二つ目、意識を向けるです。トモローさん、僕はそんなに収入ないんですよっていう方もいらっしゃると思います。稼ぐのはね、大事なことではありますけど、決してお金がないと尊敬されないっていうわけではない。だからまあ3位なわけですけど、実際お金なんてなくてもいいパートナーシップ作ってるっていう人たちもたくさんいますので、まあそういう人が何をやってるのかっていうと、僕はね、やっぱ一番大事だなと思うのは、意識を向けるってことだと思ってます。ソセラー作家の本田健さんが言ってたんですけど、家でね、本の原稿を書いてるときに、奥さんとか娘さんが、話しかけてきたりとかした時には、必ずこうやって打ちながら何って言うんじゃなくて、必ずタイピングやめて、で、ノートパソコンを閉じて、相手をちゃんと向き直って、何って聞くようにしてるっていう話があって、すげえいいなって多分今女性すげえ、それ素敵って思った人多いと思うんですけど、こうやってやっぱね、ちゃんと、意識を向けてもらうっていうのは一個の愛情表現なんですよね。で、女性ってよく話聞いてほしいとか、もしくはまあ口説く時とかにもさ、こう時間かけて口説いてほしいとか言うじゃないですか。男性ってね、お相手のこと素敵だなと思ったら別にいいっす。いつでも大丈夫っすって感じじゃないですか。男性はね。まあそうじゃない男性もいると思うんで、一般化はどうかとは思いつつも、まあそういう傾向がやっぱり強いと思うんですよ。でも女性って、こっちのこといいなと思ってても、ちゃんと丁寧に口説いてほしいとかって言うじゃないですか。で、それって何っていうと、結局この意識をちゃんと向けてくれるかどうか。で、ここにやっぱ愛を感じるっていうのが人間の性だと思うので。例えば朝起きて iPhone で SNS チェックしながら、何も言わずに立ち上がって準備するみたいなんじゃなくて、が起きて相手ももそもそって起き始めたら一旦携帯やめて、100% の意識を奥さんに向けて、おはようって言うとか、ハグをするとか、いうことを一回ちゃんと入れてね。それでもう20秒でも30秒でもギューって抱きしめてあげてから立つとかね。いうことをすると、こう全く違う関係性になるんで、ぜひやってみてください。これたった30秒でできることなんで。これ30秒で、ね、関係性全く変わりますよ。本当に女性ってそういうのでしっかりいいなと思うので。まあいきなりね、やるのに抵抗あるっていう人いるかもしれないので、一気にそこまでやらなくていいですけど、まずその相手に意識を向ける。意識して意識を向けるっていう時間をちゃんと取るってことから始めてみてもらうと、関係性は全然変わるんじゃないかなというふうに思います。で、最後ですね、第1位ですね、は、好きな仕事をするです。好きな仕事をするのと奥さん何が関係あるのっていうふうに思うかもしれないですけど、例えば僕、まあ子供から見て、僕って未だに僕のお父さんのことすごく尊敬してるんですね。もう72歳ですけど。で、なんでかっていうと、楽しそうに仕事してたからなんですよ。で、子供の頃ね、やっぱね、親父が何よりも楽しそうに仕事をしている背中を見て育つとね、早く大人になりたいなって思うようになるんですよね。だからもうシンプルに好きを仕事にしましょうという話です。まあ、メリット2つあって、1個は、まずこう自分がね、好きな仕事をやってるってことは、こちらの機嫌がいいんですよね。で、仕事イコール我慢っていうような仕事をしてる、そういう生活をしてると、メンタルやられますよね。で、不機嫌なことが多いじゃないですか。その不機嫌なまま家族と接すると、それだけで喧嘩になりやすいですよね。だから、好きなことを仕事にするってことで、機嫌がいい状態で家族と接することができるようになるので、ぜひ好きを仕事にするってことを意識してみてください。もう一個メリット二つ目としては、楽しいことを話してる感覚で仕事の話しますよね。だから、相手の奥さんとか子供からの仕事への理解っていうのが深まるんですよ。例えば家に帰ってから仕事の話一切しませんよっていう人って、単純に仕事イコール好きじゃないっていう場合が多いんですよ。お金がもらえるからちゃんと仕事はするけど、社会人としてちゃんと仕事はするんだけれども、別に好きなわけではないっていう状態ですよね。でも自分がハマってるものの話だったら人って何でも話したいじゃないですか。だから自分がハマってるものが仕事なのであれば自然と話題は仕事になるんですよ。だからワクワクしながら仕事をやって尊敬されるし、奥さんも、あ、仕事今頑張ってるのねとか、あ、そういうつもりで今頑張ってるのねとか、あ、ここを乗り越えるとこうなのねとかっていう風に理解してもらえる。この理解が一歩あるかどうかだけでも、ちょっとって家事で伝えないとかいう時に相手のストレス度って全然違いますよねっていうようなことが起こるので、ぜひ好きを仕事にするということをやってみてもらえたらなと思います。ということで本日は妻と子供に尊敬される方法トップ3についてお話をさせていただきました。いつもご視聴いただいてありがとうございます。
がとうございます。皆さんのいいねやコメントのおかげでとてもやる気いただいております。今日の動画良かったらぜひ高評価よろしくお願いいたします。これからも視聴者の皆さんに役立つ情報をぜひアップロードしていきたいなと思って動画の作成頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、今日の動画は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。